まあ、もう8時台ちょっと閉まってる店もね、多そうですよ。まだまだですね、好きですね。網焼きてね。湿度が上がってきたからか。心なしかちょっと喉が楽になった気がする。とはいえね、なんてしないところでガンガン声出してるんで、やっぱし。喉はダメージ受けやすくなっちゃってますね。湯山町、よくバグってんのか。私、半田の案内も出てきましたね。平松橋。多分、本来やったらこんな対応曲がったところに普通に橋で渡れるところがあるんですけど、さすがにね、それでは、やはり有料道路完全制覇ですからね、そっちは普通に一般道で渡れるみたいなんでね、ガーデンそっちの方が、普段ならおすすめなんでしょうけど、まあそうはね、いかないのが出してるんですからね。半田は曲がるってなってるけど、これを、その、多分あれは無料道路の方で案内する方ですね。有料道路の方でわざわざ行くっていうと、こっちの方ですね。南の方で、南側の方をショートカットするんで、なんならですから、半田の南側の方にちょっと出るんですよね。だから普通に半田の市街地の方に行くんでしたら、その北側の無料の、誰でも通れる道路の方から行った方が全然時間的にもいいよっていうことでしょうね。お、なんか自動車専用道みたいになってますね。駐車禁止って言ってますね。Thank you.
案内が出てきた。これね、木村道路、木村道路案内は出ないな。木南が出てきたけどな。あ、もうちょっとか。いや、よかったですね。これ、音声入らずに来とったら、多分もう、疲れてダメでしたよ。あそこで、だいぶ疲れ取れましたんでね。しかしこの道は超快適ですね。むちゃくちゃ快適ですね。信号なしなんで。でしかも4車線化の工事やってるんですかね。あれだ、木の裏トンネル全部搭載は無理ですよっていう中でありましたね。もうちょっと先かな。壁南の壁っていう字で緑、あそこ緑か、そこそこ。